はい、皆さんこんにちは。マーティンではのミラクルボーイキングタクです。プロ野球人生を変えてくれた人、やはり原監督ですよ。ミリジャイアンツ、まず第一次原監督は、まあ長嶋の監督後任の、そしてまあ2002年松井秀喜さんなど優勝、初年度優勝を導きましたね。はい、松井秀喜さん、西さん、新岡さんなども巨人の早抜き選手、さらには FA の江藤清原獲得しましたね。2003年松井秀喜さんがメジャーへ移籍した後の話、巨人の監督として続けペタジーニを獲得。あとはまあこんなとこかな。ただ故障人が多くてリーグは3位だったが、原監督は、ここで突然の解任で、後任は2004年3年オフに解任され、後任は昭和の芥太郎、平成の、投手コーチと、解説者を務めた、芥太郎こと、堀内恒雄監督が就任したそうです。その堀内時代、史上最強打線呼び名も、投手崩壊でリーグは3位だった。2005年に久々の B クラス、暗黒期に入ってしまい、5位となった。やはり、ミゼリ選手の獲得とギャブラー選手獲得し、間違えたからこそ、結果こうなったわけなんです。外国人補強がうまくいってない堀内監督、もう見限られたかと思ったら、後任の監督、星野さんかと思いきや、再び原監督が就任です。2006年から若いチームを育て上げ、どんどん育て、優勝しました。坂本彩人選手や、岡本和真選手、小林誠司選手など、若手をどんどん育てるなど、育成方針に変わったそうでございます。一旦解任し、高橋由伸監督就任後、再び原監督、これで1、2、3回も就任したそうでございます。これはすごいことです。やはり巨人の名監督と言っていいでしょう。はい。というわけで以上です。バイバイ。